3年ぶりに舁き山行事が行われる博多祇園山笠。今年の一番山、恵比寿流れで山小屋の建設が始まりました。山小屋は各流れの拠点となり、舁き山が収められます。過去2年、新型コロナで舁き山行事が見送られたことから、3年ぶりの山小屋です。2年間、本当に寂しいというか、ね、がっかりな夏を迎えてたんで、ワクワクしかないですね。恵比寿流れでは、来月2日、舁き山の飾り付けを行い、3日には山に神を宿らせる御神入れが行われます。